ママの選ぶドレスは似合わない年頃よ。いつまでも子供だと思わないでおいてね。ピンクのマニキュアさえまだまだお預けなの。少しずつこの胸がときめいているのに、恋したら誰だって綺麗になりたい。素敵なレディに変わる日を夢見てる。ロケットに忍ばせた写真を見つめながら、今日もまたため息で一言おやすみ。真夜中のテレフォンも許してくれない。いつになったなら急に会えるのかな。大人へのステップを歩き始めてるのに、分かってはもらえない私のこの気持ち。鏡の前に座り、震える指でそっと口紅をつけたこと、ママには内緒よ。恋したら誰だって綺麗になりたい。素敵なレディに変わる日を夢見てる。引き出しの奥にある私だけのダイアリー、片隅に書き込んだ一言 I love you。 片隅に書き込んだ一言 I love you。 はい、こんばんは。今夜はね、岡田由紀子ちゃんのドリーミングガール、恋始めましてございました。2018年1月の29日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、今夜ドリーミングガールね、ゆっこちゃんのやつを歌いました。はい、どうもね、こんにちはね。はい、あ、今日早くてよかった。どうもこんにちは。あ、よかった。お母さんどうもね。今日はゆっこちゃんのね歌いましたよね。ウォーマンさんどうもね。お母さんどうもね。ルナさんどうもね。うん、今日早くてよかったね。うん、オスマさんどうもね。あ、どうもね。うん、もう一回行こうか。今夜はね、ゆっこちゃんのドリーミングガール声入りまして、もう一回行きましょうか。うん、ママの選ぶドレスは似合わない年頃よ。いつまでも子供だと思わないでおいてね。ピンクのマニキュアさえまだまだお預けなの。少しずつこの胸がときめいてるのに、恋したら誰だって綺麗になりたい。素敵なレディに変わる日を夢見てる。ロケットに忍ばせた写真を見つめながら、今日もまたため息で一言おやすみ。真夜中のテレフォンも許してくれない。いつになったなら急に会えるのかな。大人へのステップを歩き始めてるのに、分かってはもらえない私のこの気持ち。鏡の前に座り、震える指でそっと口紅をつけたこと、ママには内緒よ。恋したら誰だって綺麗になりたい。素敵なレディに変わる日を夢見てる。引き出しの奥にある私だけのダイアリー、片隅に書き込んだ一言 I love you。 片隅に書き込んだ一言 I love you。 はい、今夜はね、岡田由紀子ちゃんのドリーミングガール、声始めましてございました。はい、どうもね。はい、こんにちは。どうもね。
さて、今日も飲みましょうか。今日も燗酒行きましょう。今日はね、アルコールバーナーで行こうかな。今日はアルコールバーナーで扱い行こうか。アルコールバーナーで。アルコールバーナーなくていいや。アルコールバーナー鍋の方にして、いつものバーナーで燗酒行こうかな。どうもこんにちは。今日はね、メスティン鍋の方アルコールバーナーにして、そうしようかね。じゃあ、まあ、燗酒の方から扱い行きましょう。いつもの激安バーナー。激安のありな、これは良かったね。これは当たりだった、ほんとね。これで燗酒行きましょうかね。これやって、そう、これね。昨日は来たやつね。カシャ。はい。セット完了。じゃあ、燗酒の用意しようか。燗酒ね。どうも。今日これ、昨日開けた黒田育ちに行きます。黒田育ち。今日は大きい方で行きましょう。今夜も燗酒行こうか。今日はぐい飲みで飲もうかな。どうも、あ、ジローさん、どうもね。今日早かったからね。じゃあ、こちらを燗酒で行きます。昨日開けたやつね。で、そっくりこっちの方で。じゃあ、燗酒しようか。本日の扱い行こうか。いつも、ここから今日はどんぐらいつくかな。じゃあ、まずプラスね。お、出た出た。で、やっぱね、やっぱ着火装置って一番壊れやすいみたいだね。まあ、ついた。やばいね、安いからかな。怖かったね、今。炎が上がったね。こんにちは。怖かったね、今ね。怖っ。さて、今日はメスティン鍋。じゃあ、扱んで、今日はメスティン鍋いきます。メスティン、鶏肉と長ネギの、まあ、魚鍋かな。今日もラージメスティンです。ラージメスティン。じゃあ、鶏肉も作ろうか。鶏肉ね。豚の切り身が熱かったから熱いんで、肉はこんな多いね。まあ全部入んないと思うけどね。鶏のもも肉も並べようね。じゃあ鶏もも肉よ。鶏ももの日本酒鍋、魚鍋です。寒いと魚鍋はいいよな、ほんとな、これね。ちょっとかしてね。今日はラージメスティンでね、今日も。全部、危ない危ない。ちょっと、弱火。取っ手に手をつけさせて、鶏肉。全部は入んないと思いますからね。
入るかね。もそれも行くね。あ、全部取っといた。あ、入る入る。でかいからね、これな。じゃあ全部入れちゃおうか。全部何分ぐらいこれ。400〜500g 弱だから。じゃあ全部入れちゃおう。500g 弱、480g ほどか。全部残ってもしょうがないからね。はい、じゃあ鶏肉全部入れた。で、鶏だけね、長ネギ持ってるよ。長ネギね。適当に切ったらね、長ネギ。今日はポン酢食べっから味はしなくてもいいや、ね、長ネギ。で、日本酒を適当にかぶるぐらい入れます。で、長ネギ入れて日本酒をかぶるぐらい。まあ触れない程度の8分目ぐらいかな、こんなもんで。これで今日はこっち4、8、これもう落としちゃってもいいか。もう先ほどまあ使うとアルコールバーナーでやろう。こっち短冊やってっから、こっちでアルコールバーナーでトランジアで久々登場、こっちでやります。アルコールバーナー燃料入れて、今使ってるのこのね、前おなじみニューパワー燃料用アルコール第一薬品のこれを使ってます。じゃあアルコールバーナーでライジネフトやりましょうか。で、カチャしついた。じゃあこれもっと本燃料引くまでアルコールバーナーでカチャ。鶏鍋かな、はい、魚鍋です。不妊症の原因、女性の不妊の原因はさ、あれ、な、子宮内膜症がほとんどなんだよ、内膜症ね。どうも。孫はいませんよ。アスカもいいんじゃない。アスカもう火止めようか。こっちはまあ鍋が。火止めなくてもいいか。アルコールバーナー時間かかるからな。まあいいや、でも止める。缶だけ行こうか。そう、ガスバーナー缶だけ専用です。ちょっとかかるかな、こっちの方が。やっぱアルコールバーナー時間かかるけど、のんびりやりましょうかね。アルコールバーナーのんびり。このごとくはね、来季ならいいんだけど、やっぱ通常ベースでちょっとでかすぎんだよなね。じゃあ今日、まあ、じゃあ、神崎から行きましょう。こんにちは。結構独身ですよ。どうもね。うん。今日はアスカ、今日も、うん。昨日はなんだっけ？昨日もアスカだったっけ？昨日は飲まな、あ、昨日は濁り酒一杯だけで飲んで、あとは、ご飯だったんだね、昨日はね。はい。じゃあ、神崎行こう。寒い夜はこれがいい。はい、乾杯。ああ、やっぱガスバーナーが効くかな。日本人ですよ、日本人。今週は、今日は仕事じゃない、仕事ですよ、仕事。早かったのよ、今日はね。今度はね、なんだ、土曜日仕事だから、あさって、2月の十何日だっけ、日月だっけ、あるよね、祝日。あの人が連中だ、今度の連中は、うちの職場。あるよね、月曜日祝日かな、あれ。今度、うちの職場の連中予定は。連中だったらキャンプに行こうと思います。あるよね、2月の日月が、頭の方に、日月の連中。あの人休みだったら、そのシーンキャンプに行こう。いつだっけ？2月の頭ね。2月の頭だよね。あったよね。
2月の頭。あ、多分祝日でしょ、月曜日休みだったもんね、あれ。ね。あ、建国記念か。建国記念の2ヶ月とね。そのし、祝日の職も休みの予定なんで、予定通り休みだったら、キャンプに行こうかなと思う。そうみたいね、木金あたりね。でも、木金なら嬉しいな、木金ならね。日曜日まではもう大丈夫だ。でもすごいね、今回。やっぱ気温低いみたいで。先週の月曜降ってもう1週間経つけどさ。まあ屋根で残ってんもんね、あれ。住宅街なんかね、屋根の上。溶けきってないもんね。やっぱ、それが寒いんだろうな、ね。ちょっと2、3日溶けちゃうけどな、首都圏なんか降ってもね。今回持ってるもん、随分。屋根の上なんかな。それだけ寒いってことね。やっぱアルコール、ね、アルコールバーナー、ガスに慣れちゃうとね、かったるいね、これ、まずのはね。まずのはかったるいね、ほんとね。ガスに慣れちゃうとね。ガス使っちゃうとね、アルコールバーナー、時間かかんなって感じがするね。どうも。今週末でも、まあ、土日は良さそうだよ、予報見ると。木金あたりだからね。木金降ったとしても大丈夫だと思うんだ、あれ。土曜は仕事だからさ、日曜日は多分、残ってたとしても降らないと思うんで、アウトドアできると思うんだ、日曜日。そうできる。だって、そうだ、木金だもん、予報だと。ね、木金。日曜日、今のところ、降水確率10%。木金が60%だもんね。よかった、でも、半ばで。週の半ばが天気悪くてね、日曜は天気良くて。よかったよかった。だから今度の日曜もどっかアウトドア行け、日陰でどっか行けんね。雨に雪降ってたんじゃさ、どこも行けねえもんな。よかったよかった。ね。休みの日に天候悪いんじゃ最悪だもんな、本当ね。どこも行けないでね。よかったよかった。寒くないよ。そうだ、大川さんも子供いっぱい作ろうよ、奥さんいるんだったら、一人じゃなくてさ、ね。まあ一人だからしょうがないけどさ、一人だからさ、作る相手になるんだけどさ、大川さんみたいにさ、奥さんいるんだったらさ、グリグリ突っ込んでいっぱい作ってくださいね、子供ね。まあ、違いますよ、ちゃんと。相手がいないだけよ。相手がいないだけ。一人だからどうしようもないよ。人付き合いできないだけですよ。わかった？大川さんも子供どんどん作りましょう。あえて、ちゃんと奥さんいるんだからさ。ね。もったいない、奥さんいるのに。僕なんかさ、誰もいないからどうしようもないけどさ。そう、グリグリ突っ込んで、子供作ってくださいね。で、相手いないもん、どうしようもないじゃん、僕。一人がどうしようもねえよ。一人だもん、もう、なんもできない。一人でこするしかできない。どうしようもない。だから相手が、結婚しなくて相手がいる場合でしょ。僕相手がいないもんね。誰もいん。でもね、僕生活力ないから、ついてこないんだよ、女性がね。生活力ないんで。でもすごいなと思ったのはあれだよな、あれ。あれ、ね、なんだっけ。夫婦といろいろさ、テレビでもラジオやってるとちょこっと聞いてるとさ、大したか年収変わらないのに結婚して子供いるかで、どうやって知ってんだろうと思うな。それは生活苦しいと思うよ、僕。僕と大した変わらない年収っぽいのにさ、結婚して子供とか作ってる人、それはきついに決まってると思う。もう結構な年配のおじいちゃんと結婚してるからね、もう、ウィンギーさん。もう、既婚だからね、ウィンギーさんはね。え？破棄になったの、あの人。結婚したんじゃないの、あの人。なんかね、見たけど、あれ、なんか。
もう結構年上の男性と結婚したみたいなこと。あれ聞かったのかな。いい、浜口京子みたいな、ああいう人はいいです。怖いから。格闘会はいいです。僕、普通の女の子にいいです。普通の女の子がいい。普通の女の子。格闘系をやると怖いから。いざとなって怖いもんで、ね、僕なら完全に潰されちゃうよ、あんなの。普通の女の子がいい。普通の女の子がいいや。ね。あ、こんばんは。今夜もあずか飲んでますよ。今日はね、メスチンでね、鶏と長ネギの日本酒鍋、魚鍋です。鶏肉のもも肉入れて、長ネギ入れて、酒入れて、火にかけてるとかね。まあ、できるまで、体だけ、こんなんで飲んでます。はあ、今日早かった。まあ、月曜は比較的早いよね。まあ、仕事にもよるけど、今のところね、ちょうどね、揃ってないこともあって。だって月曜揃わないんだよ、やっぱ週頭はね。忙しいときは、先週が続き問題いっぱいあるときね、月曜って遅い場合って、ずっと続き問題。続きも一回途切れて、揃わないときとか週頭って結構早いときあるわけよね。揃わないで、紙とか、紙と版の関係ね。版はあっても紙はまだとかさ、そんな感じで揃わないわけね、あ、週頭って。で、月曜で遅いときっていうのはさ、あと、新たなものじゃなくて、先週が続いて、大きなやつ、何万枚もあるような。それあるときは結構月曜でも遅いわけよ。こんにちは。プレイヤーさんの超早かったね。いつも通り、早いときはこんな時間もありますよ。いつも言ってるように、仕事から帰宅次第。今日はラージメスティンで魚鍋で、鶏肉と鶏もも肉、長ネギで、日本酒入れて、日本酒鍋、魚鍋やってます。今日はね、アルコールバーナーで。あれ、プライカーさんはアルコールバーナーって持ってんのかな？なくても簡単作れるの簡単だもんなんだね。ラージメスティ。鶏肉と、鶏もも肉と、長ネギ。まだまだ。お酒、まあ鶏肉にじっくり詰まってるからね、これ。まあ大体酒飲みは、味は塩系は何も入れてないんで、今日はポン酢で食べるからさ。まだまだ。まあ鶏肉をしなってする頃は鶏もいい感じ。まだまだですよ。まだまだです。ちょっと見た。はい。ラーギミスティン意外といいよね、これ。口がでかいからさ、鍋物にはちょうどいいの、あれ。丸っこいちっちゃい服からさ、小さいからさ、取りにくいもんね、ほんとね。あ、そうだ、僕、あれ買ったんだ、しまらっていう業者でさ、あれ。これ、バーナーも今使い始めたこともあった。なんだっけ、ユニフレームだったかな、なんかあれ。パッドのやつ、四角い網目のやつ買ったの。もう、2、3匹か届くと思うけど。あるよね、あれ。どこだか、あの業者。みんな使ってんじゃん、バーナーとかだとさ。熱が均等に行き渡るとかって、あれ買った。先日注文して、ついに僕も。シマラヤっていう業者でね、ユニフレームバーナーアクセサリーで、バーナーパッドの M 型、ね、注文した。もう多分今週中に届くと思う。お、汁こぼれですか？お、いい香り。魚鍋だからね、汁。いい感じだ。多分長ネギがもうちょっとしなっとすればいい感じになると思う。長ネギがしなっとすれば。ちょっと弱火にする？まあ弱火じゃアルコールバーそんな大して変わんないけどね、アルコールバーなんて。調節してって言っても。まあちょっとやってみようか。そんな変わんないってアルコールバーナー。これでちょこっと。ほんとや。これぐらい。
と弱火にしてまたコロッとやってみようか。はい、今日はね、魚鍋です。鶏もも肉の長ネギの魚鍋、また蓋して、はい、そうなんだ。こっちは、ああ、いい感じだ、顔だけ。いいね、これ口がでかいから、メスティンっていうクッカー、口がでかいからね、うん、その点ご飯取るのいいよ、やっぱりそうね、丸っこいね、そう、よくあるクッカー丸っこくて細長いとさ取りにくいけど、洗うのも楽なの、これ浅くてさ口がでかいからさ、メスティンはね、洗うのも楽、細長いならね結構面倒くさいよね、洗うのね。量的には僕の持ったクッカーではね、ラージメスティンよりも、トレック1400が一番入るから、あれ。1400はね、で8分目で1リットル沸かせるからね。あれが一番いいやね。トレック1400。だからトレック1400だったら4合炊けるからね。いや、4合。トレック1400、ご飯は4合炊けます。まあ、一人で4合も炊いてもしょうがないけどね。そうよ、トレック1400なら、ご飯4合炊けます。流行ってるっていうか、もう定番なんだ、アウトドアの。アウトドア動画見てればわかると思う。定番よね。アウトドアの定番。汁が溢れてきちゃった、やっぱり。さあ、取ろうか。うわ、酒のいい匂いが。おぉ、うまそうじゃん。魚鍋です。長ネギもいい感じ、もう火通ってんじゃないかな、もういい感じでしょ。ねえ、多分もう良さそう。ねえ、もういい感じじゃないね。うん、うまそうでしょ、鶏鍋。多分もう火通ってると思うんで、火から下ろしましょうね、もうね。ちょっとこぼしちゃったことも拭いて。蓋も取ろうか、蓋。あ、開けちゃった。あ、このクッカーはダメだったんだっけ、切っちゃうんだよな、これな。乗っかるかな。あ、それはそれ乗っかった。今度はこれ。ライズメスティン、鶏鍋できた。ひとまずもよろしく換気にして。あ、できたね。じゃあ、ポン酢持ってくんね、ポン酢。ポン酢持ってきます、ポン酢。今日はこれ、鶏鍋をポン酢で食いたいと思います。ポン酢で。あ、ポン酢。ネギのいい香り、日本人のいい香りだね、長ネギの。ポン酢はこれね、まだあるな、あ、ほら、こんなポン酢ね、トップバリューの、はい、うん、昔、大昔あるよ、もう40年ぐらい前、幼い頃ね、幼い頃、40年ぐらい前かな。じゃあ、缶酒。行こうか。おう、鶏長ネギの鍋、魚鍋です。いい香り。
で、ポン酢につけて。あ、うまい。長ネギもいい感じじゃないか。ちょっと取って、まあ冷めちゃうから、これ取ったらまた蓋して。長ネギと鶏のもも肉の魚身です。で、ポン酢につけて。で、アスカンで。どうもね。どうも。まあ、やっぱアスカンじゃもう。鶏最高なの。長ネギ。長ネギは3、4本まとまって150円ぐらいで買ったから今日ね。その上の緑のとこ今日。2本目も返しとこうかな、今日。2本目も返しとこうか、これ。そうね。じゃあ2本目。これが最後ね。これはダイソーで買ったのかな、これはね。よし。やってくる。火消えちゃったか。やっぱ消えちゃった？ね、まだちょこっとあるか、まいか。あ、うまいね。ほんとブロリルさんは安いよね、鶏肉で。あ、どうも。うまいよ。みんなスクリーンね、スルーしてない、ちゃんとね。ありがとうね、暗い方だ。風貌でしょ、風貌ね。やっぱキャンプもいいよね、山のテント場じゃなくて。普通のキャンプ場だったらさ、昨日のモントさんみたいにね、焚き火できるもんな。またやっぱどうしようかな、この今度休みだったら、また行こうよ、巾着だ。巾着だのいいところ、薪が売ってくから。電車とかでもいいんだよね。他の無料エリアだったらさ、あれ、ね、薪とか売ってねえからさ。でも巾着だの場合は、あの通り沿いで薪を売ってくからさ、あそこで買えば焚き火できるんだよね。うまいね。なくなったけど、もうガスしよう、ガス。ガスします、やっぱもうガスないから。全開。アルコールバーのおしまい。たまには使わないとね、使ってみた。アルコールバーナーで、考え。
あれいいよね、グリグリ。ほんと。ぐるぐる丸めてコンパクトだからさ、僕みたいなさ、車持ってない人はいいよ、あれ。バックパックだからそんなかさばんねえからさ、あれいいよ。さて。ああ、その、で、天ぷらをすると油がもったいないからね。その天ぷら料理はさ、結構油使うでしょ。あれ勇気いるよね、天ぷらもんはさ。油ね、油もん。じゃあ、またメスってやりようか。はい。じゃあ、長ネギと、鶏もも肉の魚目でーす。こう、長ネギちょこっと入れて。またすぐってやっぱね、早いね。沸騰したらもう止めちゃっていいや。もうここもぐずぐず言えよ。もう余熱で温まっから。やっぱガスは早くていいね。そうだろうね。しょうがない。シングルバーナーはさ、カセットコンロはさ、周りにさ、あれなんだっけ、普通によくある、岩谷のカセットコンロとかってさ、覆われてっからでしょうね。こういうのってさ、覆われがないから、それで音も出るんだと思うよ、あれね、ほんと。こういったアウトドア用のシングルバーナーってさ、カセットコンロみたいにさ、あれ、ごとく部分あんまり木に覆われてないからね、音が出るんだろうな、ね。こんばんは。今夜か熱かんで、鶏鍋です。鶏もも肉と長ネギの魚鍋で、神崎。長ネギ。僕のシラファーね、よく使ってるのはね、ガサバルカ、今使ってるの寒いからね、大きめのやつね、メーカーわかんないけど、結構ガサバルカ、この間、年越しの奥多摩小屋ズバズときはこれ使ったよ。うん、去年もそうだっけ、去年はね、コモトキサンソン、これ、大体年越しはこれ。こういうやつ、メーカーわかんないけど、ちょっと厚めのやつね、でかいやつ。今回もさ、去年もそうだった、年越しの奥多摩小屋とかさ、雲時山荘のテント場で使ったのこれね。メーカーわかんねえや。こういうやつ。わかんないメーカー、安いやつだから。ガサバルけどね、やっぱあったかいあれ。年越しもあれ、もうね。普段はもうちょっとコンパクトなやつだ、あれ。ね。普段は、ね。年越しはさ、本当冬、ね、12月から行きたい。寒いからね。暑いやつね。うん、もう2年続けて、雲取さんの、山小屋のテント場でずっと年越ししてっからね。今年もそうだ、去年もそうだ。簡単に下山する感じね。簡単に下山して、その後実家に帰って感じ。実家に帰って、まあ、4日の夜あたりに帰って仕事かなって感じで。
そうなる、なるね、大阪は株式会社から。ずいぶん前、去年の時に言ってたよ。そうなるよ。うん。去年のニュースでなってたよね。もう大阪市営地下鉄民営化なるって、そうなるってね。株式会社がだっけ。去年の段階よ、それ去年のニュースよ、去年。あれ、CA 地下鉄、あれ、御堂筋線がさ、もう完全黒字だからね。他は新しいのあるけど、花博の時にできた新しいのとか、あるよね、土壌魅力線とかは。まだ、ね、あるのはあってもさ、CA 地下鉄はさ、あれ、御堂筋線がさ、もう完全に黒字だからさ、それ全体ではもういいわけよ、あれね。そう。そう、2017だよ。まあでも、山頂までほとんど行かないけど、僕、山小屋止まりなんで。山頂登ったのは去年の5月か。5月の休みの時、ゴールデン3、4、5あたりに僕は山頂経由で行ったかな。あとはほとんど全部、何度も行ってます。奥多摩小屋止まりで。山頂はそんな行かないよ、ほとんど。ほとんどよ。山頂に行ったのはね、あと、全部で5回ぐらいしかないですね。で、最近行ったの、去年のゴールデンウィーク3、4、5の時、ね。あれ、あとは全部何度も行ってますが、もう奥多摩小屋でテント泊して帰ってきてます。だから1800ぐらいね、だいたい。それでも十分あるよ、あれ。奥多摩小屋って言ってもね、標高1800ぐらいあるからね、景色は十分楽しめるから、あそこ。それはわかんない、名前は。大阪見たら名前わかりませんまだね、それはね。もともとあれ、民営で玉ではね。そうなんだ。僕は思わなくて、その後3巻、全部3巻登ってっからね。正直さ、20代の時だけど、もう20年以上前だけどね、20代の前半に3巻登ってます。あの頃21、22、23かな？続けて3年ぐらいで連続登ってる、富士山。別にそんな大変じゃないや、そこ。あ、倉木方さん登ったってわかるよね、あれ。馬がかわいそうなの。馬痛いよね、馬。ね、馬、観光でさ、お金払ったら乗せる馬いるよね、富士山の上の方行くとさ、5合目の上。あれ、夏場かわいそうですね、見てると。ね、バテバテで。わかる？倉木方さん、あれ、馬。前にも言ったけどさ、あれ、本当馬見てるとかわいそうだよ、あれ。暑さでバチってんだもんね、馬がね。馬、本当かわいそうだ、見てると。あ、バテバテペアね、あんな馬になれ、乗れねえよって感じで見てると。本当かわいそう、見てると。それ、まあ、いるんだよ。5合目から上はね、観光的にね、ある程度お金、まあ、よくあるんじゃん。ある、5合目、わかんない。どこまで行けるかわかんないけど、多分5合目から8合ぐらいかな。あるんだよ。馬に乗って運んでもらえるの。そういうのあるの。わかんなかった？ああ、そうか。気づかなかったのかな。あるんですよ、馬。5合目ぐらいから上には。途中まで。その馬見てかわいそうで、馬がバテバテで。もう3回登ってからね、富士山ね。でも、時代も違うかな。僕のまだ20年以上前だもんな。
今40、今年46だね。そう、20年以上前。最近10年とかわかんないからな、僕全然登れないから。今もいる、多分いると思う。ちょこっと見たことあるから。多分ね、もう本当こういう。もう富士山登ったの20年以上前、もう22歳の頃だもんな。さて、最後の鳥行こうか。これ全部開けちゃおうか、鳥。今日は鶏鍋です。鶏の酒鍋、鶏もも肉と長ネギと日本酒で茹でただけのやつね。最後これ煮込みうどんいいね。ちょっと醤油と塩で味整えてね、それもいいかもしれない。最後ねこの汁でね、日本酒でいい味出るしな。最後そうしようか。これこの汁は味付けて煮込みうどんね。じゃあ全部ね。こんなもんで。じゃあ最後俺煮込みうどんやろうかな。ね。はい、どうもね。ウルフカット誰でしょあれ。TM ネットワークのさ、宇都宮さんとかやつ、髪型だよね。合ってるね。TM ネットワークの宇都宮さんの髪型だよね、あれ。ウルフカットって。今何やの、宇都宮隆さんとかが気になってたんで何やってんだろうね、今ね、あれ。小室さんしかばっか目立ってるけどさ、あれ。ね、わかんないね、あれね、TMA のね。今何やってんだろうな、あ、うまいね、鶏肉ね。長ネギ。死んでも、あ、そうだ。クラシカルさんのモーニング娘世代なんだな、ね。あ、そうだ、30だったらね、ちょうどそうだ。もう全然関係ない、僕。もうモーニング娘なんかもう、一人ぐらいしてからだもんな。まあ、世代が違うんだ。そうだ、クラシカルさんってちょうど30前後だもんな。その世代だとちょうどモーニング娘か。ね。もうモーニング娘が出始めの頃なんで、もうとっくに一人ぐらいしてたもんな。あんま興味ないモーニング娘。売れてる歌だから分かるけどさ、ラブマシンとかさ、その程度。そういうのどうのこうのって言ってもよく分かんないよ、モーニング娘って。すでにもう社会人、大川さんもそうでしょ。大川さんと僕と年上だと思うから、年上。ね。二郎さんもそうだよね。僕らぐらいでね、モーニング娘。って言ったらそんなピンとこないでしょ、あれ。ただ、売れてる歌があればさ、わかるくらいでさ。暮らし方さん30代だ、30ぐらいだからさ、ちょうどね。真っ盛りなんだね、あの頃。ね。そうですよ、
コメントスマホの方が見やすいよな、あれ。パソコンはこんと細かくてわかんねえや。あ、16名さんどうもね。そう、そう、売れてる歌は、モーニングコーヒーとかさ、ラブマシンとかさ、歌ったことあるよね、あれ。まあ、売れてるのはさ、それはラジオの流れからわかるけど、それほど、だってもう、モーニング娘。の頃なんか、とっくにもうテレビ見なくなってからもうわかんない、あの、おにゃんクラブよりも、その後はもう、おにゃんクラブよりもね、そう、もうアイドルで興味ないな、あんまり。イクナミさんの方行っちゃったからな、ドクトの方に。もう10代はドクトでどっぷりだったもんな。高中学高校の頃はドクトでどっぷり。イクナミ翔太郎、瀬戸内晴美、田辺聖子、その辺でどっぷり読んでたんで僕は。あんまゲームとかアイドルにはほとんど行かなかったからね、わかんないや。そう。おにゃんこ、おまんこだからね。おにゃんこクラブって、おまんこの音と一緒だもんだよね。おまんこ、おにゃんこ。芝居さんは読まない、僕。池波さんとか読んだけど。芝居京太郎さんは読んだことない。瀬戸内晴美さんとかもうほとんど読んでます。瀬戸内晴美さん。瀬戸内女長さん。池波翔太郎さん。田辺聖子さん。あ、北森子さんも読んでるかな、北森子さん。あ、筒井康隆さんも今日読んでるし。畑正則さん。まあまあ、いろいろ読んでますね。うん。僕の10代は普通の人がさ、ゲームやアイドルに夢中になる頃は僕は読書してたんで。ほら、そうだな。本に夢中だったんだ、あの頃はな。バカみたいにね。ああ、まあ鳥もこれで最後だ。読んだ、質だけ読んでたよ。うん、読んだよ、もう。バキバキ読んでますね、質。鶏の魚弁を美味しくいただきました。で、ね、この日本酒で茹でたこれを汁で煮込みうどんで終わろうね、今日はね。うどん入れてね、うどん入れて醤油ちょこっと垂らしていこうかな。締めの煮込みうどん作る、締めの煮込みうどんいきたいと思います。シールでかいな。うどん2玉入るかな、2玉。これこのシールで締めの煮込みうどんね。いや、うまそうだし、これ。絶対うまい、このシール。煮込みだしさ、これ。ね、うどんのトップバリューの。一食でいいかな。一食でいいや。一個でいいや。一個でいいかな。二食でしようかな。一個でも二つもいいかな。これぐつぐつ煮込んで。じゃあ、うどん 180g 一個入れて。一味唐辛子をちょこっと振って、
と醤油。この分でいいや。締めこれ煮込みうどんにしようか。ね、煮込みうどんにします。締めの煮込みうどん。これね、9個まあできるまで数だけの上りどんどん食べるよ、油が薄いよね。あ、サンヤブルース、じゃあサンヤブルース頼むか。じゃあサンヤブルースいきます。できるまでね。じゃあサンヤブルース、今リクエストのサンヤブルースいくね。じゃあサンヤブルースいきます。じゃあサンヤブルースいったらもうリクエストに答え、歌える歌はこうやってリクエストに答えます。じゃあサンヤブルース、あれ、今日の仕事は辛かったってやつね。あとは焼酎を煽るだけ。どうせ三夜のどや住まい、他にやることありゃしねえ。一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい。泣いてみたって何になる。今じゃ山野がふるさとよ。工事終わればそれっきり。お払い箱の俺たちさ、いいさ山野の滝も世間恨んで何になる。人は山野を悪く言う。だけど俺たちいなくなりゃ、ビルも道路もできやしね。誰も分かっちゃくれねえか。だけど俺たちは泣かないぜ。働く俺たちの世の中がきっと来るさ。そのうちにその死にゃ泣こうぜ。嬉し泣き。はい、サンヤブルースでした。もう消えてる、止めて蒸らせばグズグズいってる。はい、止めます。もう煮込みのいい感じ。蒸らしてる間に煮込む。じゃあ缶だけいこうか。あ、ゲストさんどうもね。今日はね、あれ、岡田由紀子さんのね、ドリーミングガール歌いました。声始めまして。煮込みうどんもういいんじゃない。煮込みうどん多分いい感じになってると思うよ。煮込みうどん見てみようか。はい、締めの煮込みうどん。こんにちは。おいいじゃん、ほら。
いい感じクタクタ感になってるでしょうな。これ。ああまあそう。ちょっと冷めないようにね。はい、この辺で、ね。わからん、テーマソング歌うの花形大将ってよくわかんない、僕。どんどん歌う。わかんないやん。裸の大将ってさ、日曜日の顔を明治劇場でやってるやつだよね、あれ。わかんないもん。見たことねえから。わかんないもん。テーマソングって言っても。見ないもんな、もうああいうの。うん、いい感じのくたくた。これ飲み、酒飲み終わった後どう行こうかな。岡田さんはね、確かあれ峯岸徹さんに遊ばれたんでしょ、あの人ね、峯岸徹さん。分かんない、さ、まあ、真面目な人って芸能界は無理、結局、真面目な人間っていうのはさ、おかしくない、あ、そうじゃさ、ダンダダンもそうじゃん、ダンダダンって、演歌系で言ったけど、ダンダダンって、あれも人も真面目だったからさ、おかしくなっちゃったでしょ、あの人。まあ、あの人自殺はしてないと思うけど、芸能界ってさ、うさんくさい世界だからさ、真面目な人はダメなんだと思うよ、あれ。ちょっと曲がってるような人じゃないと。いたよね、ダンダダンって演歌系でいたよね。あの人も今いないもん、見ないでしょ、あの人。多分どっか、あれ精神病んじゃったもんね、あれ、みんな。大体そうです、あれ。芸能界で長続きする人はちょっとね、ちょっと不真面目っていうか、いい感じの人なんだ。本当に真面目な人はさ、芸能界じゃ続かないんだよね。で、だんだんだん今見ないもんね、あの人ね。以前バラエティなんか出てたけどさ、結局、ああいう真面目な人はさ、続かないんだよ、あれ。芸能界はさ、ある程度キャランポランじゃないとさ、僕はそう思うよ。今日お酒これでおしまい。さて、日本酒も飲んだし、煮込みうどん、くたくたになったら煮込みうどん行こうか。はい。今日の締めの煮込みうどん。ああ、いい感じ、いい感じにくたくた。これがうまいんだよ。いい感じにくたくた。口はつけらんな、熱くてね。だいぶこれ塩分醤油ぐらいだからな、あれ、だろうな、あれ。あと唐辛子だから。そんな。うん。そう、締めは煮込みうどんです。煮込みうどん。今日はもうお酒飲み終わったよ。お酒はね、これ熱燗飲んだ。これ、クラソダキの燗だけでした。飲んだ後ね、そうよ。メスティ、ラージメスティよ、これ。卵も
おい、いきなり今、勝てないから、卵ないからね、入れられないよ。うん、あ、うまいね。卵ないんですよね。昨日もさ、青空でうどん食ったけど、うどんはいいね、締めにうどん食うとね。今日ね、今日飲んだこれね、クラスカ、これ、クラス育ち、これの缶酒を飲みましたよ。これね、今日飲んだやつ。まだある、待って、また明日もこれかな。ね、分かった？そう、いい感じにうどんは染みてますよ、汁がね。うん。卵がないんだよ、家に今ね。うん、うまいね。油ギトギトなのがまたうまい。ダメだけどね、さっき鶏肉の時に入れた残りがちょこっとあるかな。すいませんよ、うどんだけですよ。うん、飲むよ、お汁もね。私は、もう飲むなくなってきた。二玉にすればよかったかな、まあしょうがない。とりあえず、あと汁飲もうか。もうだいぶ冷めたと思うんだ。うん、ああ、うまい。この油ギトギトのがうまいんだよ、これ。
いつも通りよ、いつも通りです、明日はね。これがいいんだね、取っ手がね。はい、美味しくいただきました。あ、完食、うまかった。どうも。大丈夫よ、うどん一玉です。うどんは うまかった、美味しくいただきました。ガスバーナー超もしまいましょうね。うまかった。そう、終わり、いつもお母さん言うとおりよ。ああ、おいしくね。ああ、おいしく。おいしくいただきました。ああ、今日は1時間じゃやってんだね、今日ね。そうだろうな。ハンドルスインか。ああ、うまかった。満腹満腹。2日2本飲んだ後のね、うどん食って最高だった。よかったよかった。で、今日はこの辺でおやすみなさい。今度歌うから、まだなので、今日はこの辺で。ありがとう。おやすみなさい。今日はこの辺で終わるね。おやすみなさい。また明日。替え玉しないよ。もう汁ないもん。全部食ったもんね。おやすみなさい。今日はこの辺で終わるね。じゃあまた、また明日。おやすみ。ウォーマンちゃんどうもね、おやすみなさいね。今日はこの辺で。また次回。お母さんも奥さんと小作りに励んでください。おやすみなさい。ね、お母さん、この後奥さんと小作りね、頑張ってね。おやすみなさい。ね、頑張って小作りしてくださいね。うん。ぐりぐりぶっこんで出してくださいね。おやすみなさい。おやすみね。また明日、明日も仕事から帰宅次第ね。大川さん頑張ってね、ほんと小作り。ね。大川さん、僕と違って奥さんいるんだもん。いっぱい作ってね、ほんとね。ぐりぐり、ぐりぐり突っ込んでさ、ね。うん、おやすみなさい。でも、相手がいないから頑張りようもないんで、一人はできないよ。相手がいないんで、僕はおやすみなさい。ではまた、切れないんで終わりまーす。はい、YouTube ライブ終わりました。おやすみなさい。じゃあ、スティッカーも終わります。じゃあね、また。